久保さん。すごい、まあ、これ関係性ですよね。まあ、家族の人より会話多いんじゃないですか。<laughs> 正直。まあ、今回ね、ペイフォワードにしましょう。ペイフォワード。まあ、これはね、結構有名な映画で、2001年に出たやつなんですけども、もう、20年前ですね。ペイフォワード出て20年経つんだ。で、この映画の問いに、まあ、ある小学校でね、あの、授業があって、もし、えー、君たちが、 世界を変えると思ったら何をすると。まあ世界をえ変えようとしたときにね、何ができるみたいな問いがあったんですね。で、ある主人公の子供の子が、あの男の子がいろいろ考えた結果、これやれば世界変えられるぞと何。何を考えたかっていうと、たった3人。たった3人にいいことをすると。たった3人にいいことをする。で、その3人がまた3人に、目の前のたった3人にまたいいことをする。 っていう連鎖をすれば世界は変えられるんじゃないかという映画で、まあ最終的なオチは悲しいオチなんですけど、まあそのオチはね、あの興味ある方は見ていただければいいんじゃないかなと思いますけど、僕はあのこのペイフォワードを見た時にね、すげえなと思ったんですよね。まあこれネットワークビジネスちゃうかみたいなね。でもまあこの理論っていうのは嘘じゃないんですよ。これ実現できれば本当なんですよね。 だって三人でいいんですよ。一人が三人にいいことします。じゃあその、いいことされた人がまたたった目の前の三人にいいことする。これを連鎖すればもう無限像に広がっていくわけですよ。ブワーみたいな。でもやったことって、ね、目の前の三人なんですよね。やったこと、世界を変えるためにやったこと。目の前の三人にいいことをする。ただそれだけ <laughs> それで世界を変え,変えられるんですよ。この仕組みが動けばね。 だ僕はな、まあ、んで、まあ、ドリームアカデミーは日本一になるっていう、もう確定っていうか、まあ、確信してるんですけど、僕はその情報発信を教えていて、情報発信のやり方を教えてて、僕のマインド、僕の考え方、思想をしっかりと伝えてもらえれば、いや勉強します、伝える、で、伝えた人がまた伝えれば、こうめちゃくちゃいい連載になると思ってるんですね。うん。 だから、まあ、世界は分かんないけど、まあ世界は、世界は変えられる。まあ、日本も分かんないですけどね。日本一、そう。日本の情報業界は、もしかしたら変えられるんじゃないかなと。いや、変えられる。まあ、あとは僕が頑張るだけなんですけどね。ただ、これからも目の前に来た人に対してあの、発信していく。そして伝えろと。お前の言葉で伝えろと。ね、俺パクれと。俺のことパクれと。 伝えろと、うん、まあそれやり続けたら多分ね結構ねあの <laughs> 今ちょっと有名になった人たちももともと吉谷さんですっていうのはちょっと増えてきたので <laughs> これいっぱい作ればね結構いい流れになるんじゃないかなと思いますけどねまああとね10年か20年かかるか分かんないですけどまあでもね10年ぐらいあと10年続ければまあまあねすげえ波がちょっと。 まあ、ちょい波ぐらいは来るんじゃないかなっていう。で、20年続けたら、まあまあちょっとそれがね、ビッグウェーブにそのうち二次曲線になるんじゃないかなっていうのは僕は予測してます。で、なんでそれが予測できるかっていうと、これだけ発信できるのは俺以外いないと。あ俺以外いるとするならば久保、久保哲郎ですね。<laughs> うん。まあまあ、日本一はもう余裕ですね。情報業界っていう、このうさんくさい、この小さい業界ではもう完全日本一取れるなっていうのは。 確信してますねなぜならば僕しかうん発信できない。で、多分10年後も20年後も僕がやることはペイ・フォワードです。これもうブレないですもん。10年後も20年後もやることはペイ・フォワード。目の前の人に対してアンサーしていく。多分20年後もやってることは変わんないですよ。なぜならば自分がそう思ってるんで。 いってらっしゃい。